皆さんこんにちは、三山雄一郎です。はい、日本の、九州福岡で、スポーツチャンバラを活動しています。もうスポーツチャンバラ始めてもう25年経ちます。私が始めた頃は、まだスポーツチャンバラという名前が浸透していなくて、初めて、スポーツチャンバラの名前を聞いたって方がたくさんいらっしゃったんですけど、この25年過ぎてですね、皆さんが、スポーツチャンバラできたらあれねって、皆さんが競技のことをここで知っていただけるってことがすごく、嬉しいです。現在私は4つの道場を福岡で、持っています。生徒は今正規メンバーが30数名ぐらい、あと保育園を、指導して、そこで、20名ぐらいですかね、20名ぐらいの、生徒、を、指導しています。また、このスポーツチャンバラを広めるために、小学校だったり、いろんなところから、依頼を受けてスポーツチャンバラの体験教室とか、いうのを、活動しています。私の、スポーツチャンバラの出会いは、もともと僕は小さい頃から剣道をしていて、高校を卒業したぐらいの時から、剣道の二刀流というのが、2本使う二刀流というのがあって、その剣道の二刀流が強くならないかなって思っていた時に、このスポーツチャンバラという競技に出会って、あ、これだったら剣道強くなるかなと思って始めたのがスポーツチャンバラの始めるきっかけでした。やってるうちにですね、このスポーツチャンバラの楽しさとか面白さっていうのをすごく感じて、始めるわけですけど、福岡で、スポーツチャンバラ始めたのは僕が初めてでして、やっぱりいろんなところで、紹介をこうでされたりこうでしたときに、あ、一緒にやりたいですっていう子たちが、集まってくるんですね。そしたらその人たちがこう集まるってことは教えなきゃいけないんですよ。で、教えなきゃいけないってことは、いろんなところに勉強しに行ったり、試合でこうやって見たり、いろんな先生にお話を聞いたり、自分で体験したり、試合で感じたこととか、いろんなことを、生徒たちに、身振り手振り、いろんなところからこうやって教えていくっていうのが始まりでした。私のスポーツチャンバラの指導は、すごく特殊だと思います。私今、スポーツチャンバラの先生はいません。自分の、独学で、スポーツチャンバラの技術とか、いろんなことを勉強して、今、生徒たちに指導しています。で、この私の、指導を受けるために、いろんなところから、ゲストが、来てくれます。私の指導を受けた、方たちはみんな口々に、こう言います。スポーツチャンバラを、続けるモチベーションが上がりましたと言います。スポーツチャンバラの楽しさ、を伝えるときに、大事なのは、やっぱり、結果失敗したとか難しいなとかではなくて、できた、やった、例えば、うまくなった、勝てた、マイナスではなくて、プラスの要素を、一つ一つ大事にして、指導をします。いろんなこうやって指導をこうってやる中で、決まった、教え方というのはないんですが、その、目の前の、生徒さんを見て、今、その生徒に一番必要なことは何かなっていうのを、一番最初に見せていただいて、指導をします。Thank you.
私が指導している生徒の中には障害を持った生徒も多いです。技術の部分では、全く問題はないのですが、自分の気持ちを伝えられなかったり、説明ができなかったり、相手の思いを、汲むことができなかったり、困ることがあります。その子たちの、サポートを、しっかりすることができれば、障害を持っていても、スポーツ村という競技を楽しむことができるということを、今力を入れて活動しています。私の子供も、自閉症という、障害を持って、今活動していますが、今現役の、九州の、グランドチャンピオンで今、頑張っています。こんな質問をよく受けます。スポーツチャンバラはどうやったら強くなりますか？正解はたくさんあります。私はこう思います。いろんな技術、いろんな考えたくさんあると思います。今指導してもらってる先生、大会で知り合った先生、そこで見た技術、考え、いろんなものを、感じることができると思います。指導されることがあると思います。その教えられたものをどうやって自分の中で吸収をして、どうやって、自分の中でカスタマイズしていくか、ということが重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。自分が、動いてみて、使ってみて、あ、これはいいなって思ったものを、自分のもの、自分の技にできるように、自分のものにできるように、消化していくっていうことが、強くなる秘訣なんじゃないかなというふうに思います。私はこのスポーツチャンバラという競技を通じてたくさんの、友人を得ることができました。この仲間たちがいなければ今の私は、いません。今のそのスポーツチャンバラを活動している、原動力にも、なっていないと思います。皆さんがいたからこそ、今の私があります。今から、スポーツチャンバラを、やられる方、今一生懸命頑張られる方、頑張られている方たくさんいると思いますが、今、一緒に、活動している人たちを大切に、みんなとの友情を、育んでいってほしいというふうに思います。最後にこのインタビューの機会をいただきました、先生、協会の皆様に対して感謝を申し上げます。スポーツチャンバラという競技を通じて、知り合えた皆様は、私の友人だと思っております。またお会いしたとき、もしくは今つながっている、YouTube もしくは、Facebook、その中で通じた中で情報交換をすることができれば、私の力を、ぜひ、使っていただけたらというふうに思います。もちろん、会って指導もすることもできますし、映像を通じてリモートで、お話をすることも多分できると思いますので、いろんなアプローチを使って、皆さんとの、友情を深めたいというふうに思っております。スポーツチャンバラをやっていれば、皆さんとつながることができますので、いつでも、待っておりますので、会いましょうということです。はい、では皆様、スポーツチャンバラ楽しんでください。We'll be right back.
เราสมาคมสปอร์ตชำระภาคตะวันออกแห่งประเทศไทยนะครับเราเป็นทีมชาติไทยนะครับผมสอนนักกีฬาฝึกนักกีฬามาตั้งแต่ปี2013นะครับแล้วก็ทำผลงานตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันอันนี้คือเหรียญของคุณนะครับเกือบจะตกไปนะฮะนี่คือเหรียญของคุณเท่านั้นของนักเรียนมีเยอะแยะไปหมดเลยเราทำผลงานในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับเราไปแข่งขันมากมายทั้งเป็นแชมป์เอเชียแล้วก็เป็นแชมป์ระดับโลกนะครับผมสำหรับเทอมนี้ที่เราจะมาโฆษณาตรงนี้ก็คือเราจะเปิดรับนักกีฬาตัวเล็กนะครับผมอายุ3ขวบถึง6ขวบนะครับเพียงแค่5คนเท่านั้นนะครับผมในคลาสแล้วก็วัยรุ่นผู้ใหญ่นะครับวัยรุ่นผู้ใหญ่เพียงแค่5คนเท่านั้นในคลาสนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผู้ปกครองที่สนใจอยากจะส่งเด็กนะครับผมฝึกฝนกับเราเพื่อเป็นทีมชาติไทยในอนาคตนะครับผมสามารถติดต่อมาที่เราได้เลยนะครับเราจะทิ้งเบอร์ไลน์ของเราไว้ที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงหวังว่าถ้าสนใจนะครับหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้ครับผมขอบคุณมากครับ